皆さんこんにちは、武田塾の高田です。特別講師の伊藤です。今回のテーマは時間がない国公立理系志望のための共通テスト国語対策講座やっていきたいと思います。はい、東大理系の伊藤先生今日来てくださってます。よろしくお願いします。お願いします。共通テスト国語ね、武田塾チャンネルでも過去こんな回やこんな回やこんな回で、結構いろいろ話しては来てるんですけど、今回、理系のね伊藤先生に、国公立理系の方たちって忙しいじゃないですか。はい、共通テストの国語にもそこまで時間割けない、忙しい、そんな状況の中でもここだけ押さえといてくれっていうのをね、理系の人から話してもらった方が説得力あるんじゃないかなと思って、お願いしたいなと思うんですけど、まず現代文からいくか、全体感から話しますか、どちらでも。現代文からいきましょうか。現代文どう攻略しましょう。攻略っていうよりかは、正直あんまり対策でやることって少ないんですよね。どうしてもそれまでのその国語力とかに結構左右されてきちゃうところなので、時間がない中でたくさん時間を取ってやるべきところかっていうと、そうじゃないと思うんですよ。なるほど。あんまり時間をかけすぎない方がいいぞと。苦手だったらある程度ちょっとそこは覚悟しておく必要はあるかなと思うんですが、そこでも解く時の心構えとかでかなり点数変わってくると思ってきて、そこは必ず根拠を持って答えを選ぶっていうところですね。いいですね、基本に忠実な感じで、共通テストの現代文は基本に忠実にやっていけばある程度解けるような、たまに難しい年とかもありますけど、そんなに突拍子もない選択肢とかが出てくるようなものではないので、実はそこを気をつければ国語が苦手だったとしても8割とか取れてくるようになるかなと思います。理系の子たちは多分マーク星とかもフィーリングというか、これっぽいなみたいなので感覚で選んでしまってるから、まずは一回根拠を探してみませんかと、本文のここにこう書いてあるから3番が答えだよねっていう風に本文に忠実な読み方を身につけてみませんかというのが伊藤先生からの提案ですね。はい、そういうことです。自分意識してるよと思ったとしても、例えば2個で迷った時に絶対違う選択肢っていうのは5個のうち、2個か3個あって、2択か3択には絞れるじゃないですか。なるほど。でその後、どうやって選ぶかっていうことで、うーんと思い出して、本文こんな感じだったかな、こっちの方が正しそうだなってやっちゃってる人結構いると思うんですよね。選択肢を比べて、だけど比べるっていう時に文と文の比べをするんじゃなくて、一字一句見ていって本文にちゃんと戻る、誠実に戻って、あ、この語句はここに書いてあるなとか、この語句はこれの言い換えだな、言い換えが結構ポイントなんですけど、直接書いてあってるものは結構引っ掛けだったりしますよね。なので同じ言葉が使われてるっていうのに引っ張られない、しっかり言い換えとかにも注意して、ここの語句は間違ってるとか、そういう感じでちゃんと選択肢に丸とか×をつけていって、根拠を目に見える形にして選択肢を選んでいく。なるほど、すぐ使えるいいアドバイスですね。本文と対応させろっていう話で、選択肢2個残ったらその本当に書いてあるかなっていうのを本文見てみると、この見てみるっていう作業を面倒くさがって、みんな確かこっちっぽいみたい なんか雰囲気で選んじゃってると。実際そうだと思います。私もなんか最初の方は結構現代文得意だったので、自分のその1回目で読んだ記憶に結構自信があって、こんな感じだったなって丸したら、実はここがちょっと違ったかっていう苦い思いたくさんしたんですけど、やっぱりそこでちゃんと一手間かけて戻るってことを徹底したら点数が安定するようになりましたね。これ英語でも使える話だと思うんで、必ず選択肢の内容を本文でちゃんと調べてみる、一致してるなって確認して、この問題は3番が答えだとかっていうふうに決めてあげるというような勉強の仕方をしていってほしいなと思います。小説とかに何か気をつけてることあります？小説はですね、難しいんですよ。小説って結構自分で妄想が膨らんじゃうというか、それで結構ミスしたこともあるんですよね。自分の中ではそれが正しいと思ってるんですよ、絶対こうだろうと思って読み進めていくと全然筋が違ったみたいな、そもそも2人の関係性から違ったみたいなことがあったりして、そこは大変なんですけど、そういう時に妄想を膨らませないっていうのは注意してほしいんですよ。なるほど、感情表現豊かなことが注意かですね。本当に普段から小説読んでるからといって小説得意かっていうと、そこは自分で勝手に補って読んじゃったりすると間違えちゃうんですよね。なのでそういったところも必ず、こちらは論説と一緒なんですけど、前に省略されてる部分の補足として二人の関係性とか前書きも結構大事なんですよね。であとは書いてあることだけを信じる、これ本当大事ですね。本当にそう考えると、共通テストとかセンター試験の選択肢って秀逸ですよね。書いてないんだけど、こことここ確かに恋愛感情あるのかもなとか、このプレゼントって母親への思いなのかなとか、なんかこう確かにそう言われたそうかなみたいな、あれ作る人すごいですよね。本当ですよ。論説だったら絶対論理関係的に違うって言って切れるんですけど、小説だと想像が膨らむので、確かにこうも読めるかもって、普段から小説とか映画で考察を
想してる人がちょっと要注意かもしれない、ね、なるほどなるほど。なのでそこはしっかりと問題としてね共通テストに出てくるってことは、はい、関係性とか意図っていうのは1位に読み取れるんですよね、うん、なのでそこをしっかりと本文だけを見てあげて、うん、こういう表現がされてるからこうなんだなっていうその誘導にちゃんと乗ってあげるっていうことですね、うんうん、そこは意識してほしいと思います。本文絶対主義で選択肢もうまく使われてるので本文に書いてあったかどうか本文からそう読み取れるかどうかそこだけで選択肢を判断していってほしいなと思います、はい、じゃあ続きまして古典古文漢文の方入っていきたいんですけど、はい、どっちかというと伊藤先生のさっきの話のニュアンス的に古文漢文の方が伸びるぞみたいなことなんですね、はいはいはい、じゃあ古文からいきましょうか、はい、古文漢文合わせてなんですけど、はい、知識によって点数が決まってくると考えてます、うん、その知識というのは古文単語、はい、古文だったら古文単語、うん、これはもちろんなんですけど、うん、古文単語の中でも、うん、特に形容詞形容動詞うわこれが一番大事、まさか伊藤先生の口からその言葉が出るとは思わなかったですね、はい、古文単語の中でも形容詞形容動詞が大事なんだと、はい、自分ですごく意識してました、ねはい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 、古文単語は自分でも完璧っていうわけではなかったんですけど、うん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 、いろんな問題を解いてみてどの選択肢でどの単語の読み間違いで選択ミスが起こるかって自分でちょっと分析してみた結果、はい、形容詞形容動詞の意味が間違ってたっていうところが多かったんですよ、うん、古文って難しいですけど何かを評価する場面で形容詞ってやっぱ使うじゃないですか、うん、これがいいのか悪いのかとか、はい、なんか素晴らしい趣があるとか全然ダメだとか道理に合わないとかいろんな古文の中で形容詞形容動詞がある中でその1個の評価が結構選択肢になるんですよね。よくわかんないこの形容詞がいいって言ってるのを逆の意味で捉えちゃうと文章全体が逆の意味になっちゃうん で、 うんで形容詞形容動詞甘い子は気をつけてほしい。特に僕読んでみて覚える古文単語315ってやつを使ってたんですけどプラスのイメージとマイナスのイメージ両方ある形容詞とかあるんですよ、はい、すごい引っ掛けですよね。そうなんです、まあ、よく言われるのはイミジとかだったらめっちゃいいって意味とめっちゃ悪いって意味があって、うん、現代で言うとやばいって言葉と近いよなんて言うんですけどだからそういう真逆の意味で捉えちゃうと文章全体がこれいい話のはずなのにあめっちゃ悪い話で捉えちゃってるみたいな全然真逆の印象になっちゃうのでそこは確かに伊藤先生言う通り形容詞形容動詞は勉強頑張ってほしいですね、はい、あとはそうですね古典文法とかは理系の子だったらマストじゃないですか、うん、マストですね。逆にも古文単語の意味と、うんうん、あとは文法で文法で一番大事だと思ってるのは、うん、主語というか、まあ、敬語ですかね。敬語も品質じゃないですか。でその敬語のどこに置いてあるかとか、うん、それが尊敬なのか謙譲なのかで主語目的語が変わってくるんですよね。なので動作主と目的誰が誰にこれしたのかっていうところを取り違えちゃうと、うん、それも文章全く意味変わってきちゃうし、うん、選択肢もそういうところを聞かれるので敬語を完璧にして、うん、主語を絶対これって明らかにしてあげるっていうのはこう時間なくてもやってほしいですね。なるほど。伊藤先生本当に理系ですか。すごいですね。理系なんですけど、はい、国語点数源にしたかった、まあ、東大なんで2次でもあるので、はい、それと古文結構苦手だったんですよ、はいはいはい、自分は国語得意なのに古文で足引っ張られるっていうのがちょっと気に食わなくて、うん、それでちょっと頑張って勉強してました。すごい勉強してないと出てこないですよね楽して国語なんとかつけ明けまで取ろうみたいな人の話じゃないんで、だからまあ理系の子からしたら逆に読解量って多分文系の子に絶対勝てないじゃないですか、うんうん、だから読解量が少ない分単語とか文法とかを知識詰め込んで取れるところは取ってほしいです ね、 そうですねっていうのはちょっと僕思うことですね、うん、あとまあ敬語で言うと結構立てまつるとか賜うとか、はいはいはい、本同士でも使うし、うん、何かとくっついて補助同士でも使うしう、ね、尊敬語もあるし、うん、謙譲語もあるしこれめちゃめちゃ厄介なんで敬語はその識別がまずできるのかっていうのはめちゃめちゃ大事にしてほしいし助動詞とか助詞とかもその識別ですね。なりとかなむとかに大体棒線引っ張ってやってなりっていうのを正しく判別できるかなむを正しく判別できるかこの辺が古典文法の重要テーマかなと思うので怪しいなって思った人は1ヶ月ぐらいで復習終わると思うんでちゃんと復習をしてほしいなと思います、はい、あとじゃあ文章のストーリーを抑えるので古文でなんかこう工夫してることとかなんかありますか。ストーリーを抑えるのはやっぱり登場人物をしっかりと一個一個把握していくことですかね。漢文と比べて古文ってちょっとストーリーが難しいんですよ。長いですしね、うん、あと共通テストそれでたくさん人が出てきて、うん、敬語とかでも人物がごっちゃになると結構追いつけなくなってしまうので、うん、少なくとも登場人物で人の名前が変わったりするじゃないですか。最初は名前で出てきたのに主になってとか何で君になってとか変わるのでそれもちゃんと追っていって、うんうん、例えばその人はもうまるで主人公はまるで囲むとかこの人が今ここでこうやってるんだなって、うんうんうん、そこを目安にしていくとなんとかストーリーを終えるんじゃないかなと思います。なるほど。これも前書き大事ですね。前書き読まないとダメですよ本当に、うん、僕はあの一応人物関係図を作ることを推奨してます、はい、と一手間時間かかっちゃうんですけど主人公がいて姫がいてみたいなお父さんがいてとかこの人に仕えてる人がいてとか人物関係図を書くと結構整理されて読みやすいかもしれないですね、うん、確かに
に呼び方変わるのはあれうざいですね、はい、この人とこの人、はい、同一人物やったのみたいな。それでもう間違えてたというか、あ別の人だと思ってたっていうミスはありますね。ミヤって書いてあって、これ男なの女なのみたいな登場人物をちゃんと抑えるっていうことがすごい大事なので、前書き名前変わっても気をつけるとかね、意外とそういう人物関係分かるような言葉が以前過去にこういうことがあってこれを指しているみたいな補足とかもちゃんと読んどいた方がいいかなと思います、はい、じゃあ続いて漢文。漢文はもう古文よりも知識でゴリ押しですね。漢文の知識というのは、知識というのは句型と漢字の意味、私はもう漢文早覚え即答法一冊でやりました。田中友人先生、はい、あの本いいですよね、はい、もう他にもまあありますけど、うんうん、まあ、どれでやっても必要な知識っていうのは最低限抑えられているので、うんうん、理系の子はまずそういうもので句型と漢字の意味をしっかり抑えてあげればある程度は読める、うんうん、で漢文って結構ストーリーは単純って言ったら申し訳ないですけど、古文よりは分かりやすいんですよね。確かに確かに、型が決まっていて、うん、親の素晴らしさだったりとか、うん、主君との絆だったりとか、大体ストーリーは決まってるので、そんなに難しい難しく読むものではないと思います。選択肢で聞かれるのは漢字のこの一文字の意味をちゃんと理解できてますか、うん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 、そこで物語変わってきたり選択肢変わってきたりするので、日本語と違う意味を持つ漢字、これをちゃんと覚えるっていうのは結構キーポイントだと思いますね、うん、早覚え即答法だと後半にこれだけ漢字92ってやつ、はい、そこを覚えとけばまあ一通りは知識揃うかなと、あとはまあ熟語ですかね、うん、その漢字一文字から思いつく、まあ、現代語でいいんで熟語をいくつか想像して、この漢字はこういうニュアンスなのかなっていうのを想像して補ったりとかっていうのが大事です、はい、理系の子で今の時期句型まで覚えてる子って多分少数派だと思うんですよ。正直句型なんて勉強してないでしょみんなただこれやっといた方がいいんですよね、はい、理系でも共通テストで漢文って多分稼ぎどころだと思うんで、はい、早覚え速答法一冊やって早ければ1週間ぐらいで終わっちゃうんで、はい、伊藤先生ちなみにどのぐらいの期間でやりましょう。そうです、私は11月末か12月、はい、結構ギリギリにやってたんですよ。漢文やばい、それでまあ 1,2 週間ぐらいで、もう短期間で、はい、詰めましたね、うん、それ全然できるんで、早覚え速答法一冊を1週間ぐらいでギュッとまとめて10個のパターンがあるんですよね、うん、10個のパターンを覚えたらよく出るパターンは大体抑えられるので、それ対策してほしいなと思います。あとちょっと大事なのは中国語の語順をちゃんと分かっとかなきゃいけないっていうのが大事かなと思ってて、白、うんうん、文に 1,2 点とか返り点を振る問題とかってあったりするじゃないですか、はい、音読めっちゃしてる子とかだったら、うん、なんとなく順番で読んでって自然なやつとかでいけると思うんですよ、はいはいはい、漢文ステップアップノートとか学校で配られてる漢文の本とかでもいいと思うんですけど、はい、中国の語順とかが載ってたりして、はい、最初主語が来て次動詞が来てとか結構英語と順番似てるんですよ。そうですよ、その辺をちゃんと押さえとくとそういう問題が攻略できていいなと思ったり、私も結構学校の授業でみんなで漢文を書き下し文にして音読したり、そういったのはちょっとだけですけど染みついてたので、それを元にするとだいぶ解きやすくなったというか、順番もすんなりこの順番だよねっていうのは理解できるようになりました。伊藤先生は結構リズムで攻め、リズムもそうですし、はい、普通に知識として主語動詞でこの順番が多いんだなっていうのは、ここが決まりでその後はここは入れ替わるんだなとか、そういった感じでこう知識としても入れてました。あ、すごい両方やったんです、はい、僕逆にリズムだけの人やったんで、僕も早覚え速答一冊で漢文挑んだんで、結果その語順のやつはちょっと苦労したんですよ。両方いけるくれみたいな、リズム的にみたいな。リズムだとちょっと迷いますよね、うん、そうなんです。なんでちゃんとルールも知っといた方が今の生徒とか見てると確実だなと思うので、ステップアップノート10とか学校でそういう風に教えてもらえたら教えてもらうとかして、中国の語順を分かっておいてほしいなという思いはあります、はい、じゃああと共通テスト、分量多いじゃないですか、はい、で80分で評論小説古文漢文4題とかないといけない、はい、時間配分どうしてました。時間配分は私は漢文古文論説小説の順番でやってて、とにかく最初の古文でどれだけスピード早く解けるか、現代文の方はどうしても時間かかるので、うんまあ、そこにしっかりと時間残そうっていう感じでやってました、うんうんうん。じゃあちょっとみんながみんな使えるわけじゃないし、年度によっても変わると思うんですけど、漢文まず何分ですか。漢文10分から15分。お、早い。15分以内ですね、とりあえず。15分以内。早い時は10分で、まあ、センターの時代ですけど、受けてる時は、はい、めっちゃ早いですね。漢文はもうパッと。じゃあ古文。古文は15分から20分。それも早いですね。古漢合わせて半分いかないぐらいを目安にしてました。なるほど。15分15分でいったら30分。次評論か、はい、評論はもう20分いらないかなぐらい。私はちょっと評論得意だったのもあって、はい、もう読めばわかるでしょみたいなちょっと天才の片鱗出さんといてください評論はそうですね、はい、50点じゃなかったことないんで、はい、ちょっと今までの説得力が、
勉強したっていうかね、勉強していますね、はい、さっき言ったことをやったら50点を毎回取れたんで、はい、そこはもうしっかりと波に乗れたらもう15分とか、うん、15分だったら小説を35分使いますけど最低15分、はい、20分まで20分15、15、はい、20でいきましょうか、はい、小説が結構苦手だったので、うんうん、小説に20から25分をかけるっていう感じで、そっちタイプやったんですね、はい、僕逆で小説を飛ばして読んで評論時間かけるタイプ で、なんか小説って結構情景描写とか飛ばせる表現とか多かったりするじゃないですか、僕はそれで飛ばしてたんですけど、まあ、伊藤先生は苦手やからこそこうじっくりちゃんと向き合ってやろうみたいな感じだったんですね、はいはい、現代文って結構時間をかけようと思えばゆっくり読めちゃうというか、そうなんです、ね、うーんどうだろうどうだろうってやってると古文も結構そうなんですね、時間かけちゃうと後で点数取れる漢文に時間回らなかったりするんですよ、皆さんがどこが得意かによりますけど、苦手なものは後に回すっていう、ああこれ大事、結局伊藤先生も一例であって伊藤先生が漢文を得点ちゃんと取りたかったから漢文から解いてるだけであって、それをまんま表面的に真似しても意味ないから、そうです、得意であんまり時間なくてもバッチリ取れるよっていうところを先にやって、うんうん、苦手で何分も伸びちゃいそうだっていうのを後に持ってくる、うん、こういう戦略は大事かなと、めちゃくちゃ大事ですね、国語本当にほっといたら時間はかかっちゃいますからね、はい、だからちゃんと漢文は何分以内に解くって決めて、終わんなかったらもう最悪諦めるというか、はい、損切りするぐらいのつもりでどんどんちゃんと時間の管理をしていかないといけないから、まあ、12月の国語の勉強は評論とか小説とか部分で解くんじゃなくて、セットで80分でどう解いていくかっていう練習もしていかなきゃダメですね、はい、そうです、まずはでも古文単語典文法漢文の句法覚えてない人は基礎知識をなんとか急いで集中してやって、でそれができたら部分まず取れるようにして、で最後全体で80分の4台の時間配分どうするかっていうシミュレーションをしっかりしてもらえたらと思います、はい、国語なかなか時間取れなくて今から本当始めますみたいな理系の子たちに伊藤先生からなんかこれだけはっていうアドバイスを最後まとめてしてもらえたら、はい、はい、国語ってどうしても積み重ねとかセンスって言われがちなんですけど、そうじゃない部分の方が共通テストには大事なんですよね、うん、さっき言ったような知識だったりとか読み方のコツ、どこを抑えるかっていうのをちゃんとやれば20点30点点数伸びることは間違いないので、しっかりね対策してほしいと思います、というわけで今からでも諦めず国語の勉強もしてみてください、今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。